を着てて変な格好してるんで、海賊みたいな格好してるんだけど、見なかった？見てないかな。すっごく悪いやつだから、みんな気をつけてね。あ、でもね、大丈夫、みんな安心して。今日はそんなゾルダーピショの企みを阻止するために、諫早からあるヒーローを呼んだの。そのヒーローの名前は特別戦隊ヒロシよ。みんな覚えてね、特別戦隊ヒロシよ。じゃあそのヒーローを一緒にみんなで呼んでみよう。せーのってお姉さんが言ったら、みんなヒーロシーって呼んでね。いくわよ、せーの、ヒーロシー。ちょっと声がちっちゃいな。もう一回いこうかな、せーの、ヒーロシしてくれてありがとう、ありがとう。ここ拍手するタイミングだぜ。おい子供、拍手してくれ。せーの、今ありがとう、ありがとう。パラパラの拍手ありがとう。で、ま、後ろの方に座ってる子供たち、今からヒーローショーやるから前の方に来ないともったいないぜ。まあでもね、視力がいいってんならそこら辺でいてもいいぜ。こんにちは、さとみお姉さん。こんにちは。やってきたぜ、うん、いやそれにしてもね、2回目のヒーローショーなんですけども、1回目の方にはね、うん、海の盗賊ゾルダーピチョがちょっと38度5分の熱で来れなかったんですけど、そうなんだね。2回目の方はちゃんと薬を飲んで、うん、はい、1時間前ぐらいにですね、うん、さっき出たからっていう電話かかってきたんですよ。本当に、はい、じゃあ1時間もあればもう着いてるね。1時間もあればもう着くでしょう。今度こそね、かっこいいヒーロー、本当にヒーローショーみたいな感じでね、海の盗賊を、ヘイってやってきますよ。できるの？できますよ、見ててください。僕のパンチすごいですよ、ヘイね、声も透き通ってるでしょ。もしもゾルダーピチョがこう上の方にこうパンチしてこようとしてきたら、まずこの左手で、まあ、右手はマイク持ってるんでね、うん、右手はマイク持ってるんで、左手の方でこうガッてします。ガッてしてその左手でヘイってやります。すごいでしょ。すごい、ちょっと見てみたいな。いや早く海の盗賊ゾルダーピチョやってこないかな、うん。いやでもそれにしても遅いっすね、ゾルダーピチョ。そうなんだよね、ちょっとまだみんな見てないっていうの。もうそろそろ、みんな海賊の格好した悪いやつ見かけなかったか？見てない。いや俺は海賊じゃない、どう見てもヒーローだ。俺ヒーローだから、変態じゃない、ヒーローだ俺は。変態ヒーローだから俺は。で、海の盗賊ゾルダーピチョがやってきてないってことはまだついてないのかな。おかしいな、ちょっと心配ね。いやそれにしてもさとみお姉さん私服素敵ですね。そうでしょ、今日はね夏だということで、今日は浴衣で来ました。浴衣いいな、かわいいな、さとみお姉さん、うん、ありがとう。それにしてもほんとてか風も強いな。風強いね。もしかしたらゾルダーピチョがやってくるという前兆かもしれない。そうかもしれない。あれ、なんか電話がかかってきた。ちょっと待ってくださいね、うん、ゾルダーピチョからだ。あ、出てもしもし、はいはい。あ、ゾルダーピチョ先輩、今どこにいるんですか？え？佐世保？いや、今日の現場、島原駅っすよ。え？今、佐世保の5番がいるんですか？ちょ、あんた何してんだよ。え？いや、昨日ちゃんと連絡したでしょうが。いや、LINE にだってちゃんとメッセージ送ってますよ。あんた、ふざけないでくださいよ。え？あんたが来なかったら、僕、ヒーローらしいとこ見せれないじゃないですか。え？もう、あんたそれでも悪役ですか。ちゃんと言った場所にはちゃんと来てくださいよ。そしたら僕がやってきてあんたを倒してなんかいい感じになっ、もういいっすよ、もういいっすよ。もう分かりました。じゃあ明日謝罪文書いておいてくださいよ。はいはい、じゃあはい。あ、聞いてください、さとみお姉さん。どういうこと？ゾルダーピチョが島原駅じゃなくて佐世保駅の方に行っちゃったって。もうほんとあいつクズだよ。もうほんとあいつちょっと違った意味での悪役だよ、本当に。本当ね。うわ、どうしよう、2回目も来ないってことは、この場をどうやってつなごう。さとみお姉さん、どうしよう。もう絶対絶命のピンチだよ。そう
ある意味、クソ、ゾロダーピチョめ。じゃあ、クイズ大会にしよう。それがいい。ね。盛り上げ上手。クイズ大会にしよう。あ、クイズ大会にしましょうね。しかもね、さっき時間が10分押しちゃったから、クイズ大会でね、ちゃっちゃっと終わらせましょう。じゃあ、さとみお姉さんの言う通り、今からクイズ大会やります。せーの、ウェー、盛り上がっていこうぜ。声がちっちゃいよ。盛り上がっていこうぜ。いくぜ。せーの、ウェー。君たちが盛り上がらないと、次回島原駅が主催するイベントにもう来れないかもしれない。だから盛り上がっていこうぜ、みんなで。僕たちもね、盛り上げるから、僕たちも盛り上げるから、あなた方も盛り上がってください。じゃあ行くぜ。今からクイズ大会やります。説明します。今からさとみお姉さんが出す問題に、答えてください。まあね、答えが分かっても絶対に口には出さないでください。ちゃんと手を挙げてください。で、僕がね、そこまで行きます。で、僕が答えは何ですかと聞いたら答えてください。で、もしもね、正解の方にはですね、なんと島原鉄道のオリジナル佐久間ドロップスをプレゼントいたします。というわけでね、さとみお姉さん、早速クイズ大会行っちゃいましょうか。はい、そうね。あ、ちょっとしょっちゅう言うの忘れた。写真撮影 OK です。バンバン写真撮ってください。動画も OK です。でね、写真撮ったりとか動画撮ったら、まあ、できるだけね、劇団ひろし軍、まあ、劇団ひろし軍って言うんですけど、私たち面白かったなって、お世辞でもいいから書いて、社交辞令でもいいから書いてね、で SNS サイトにね、アップして、何かしらの、全然ネットに載せても構いません。というわけで、あ、でね、答えね、当ててほしいからって言って、子供たち一斉に前に出てこないでね、怪我するから、怪我だけは見たくない。俺もチームは嫌いだしね。ね、そうよね。じゃあさとみお姉さん、はい、クイズ出してください。はい、じゃあいきますよ。第1問、じゃじゃん。漫画ドラえもんに出てくるメガネをかけた男の子の名前は何でしょう。何でしょうか。おーっと、はい、なんか1回目の時よりもみんな手を挙げてくれてるね。じゃあさとみお姉さん、当ててくれ。はい、そう、さとみお姉さん、さとみお姉さん優柔不断だからね。ここは僕が一発当てるか。じゃあそこの、よし、いくぜ。せーの、トゥー。じゃあ君、答え何でしょうか。のび太。はい、正解です。おめでとう。ここで拍手。おめでとう。はい、君にはこれをプレゼントだ。島原でずっと頑張ろう。まあね、結構ね、おじさんヒーローだ。見ての通りシュールです。シュールだったり爆発したりね、いろんなとこあるんで、まあ、ついてこれなかったとしても、まあ、なんとなくでいいんで笑ってください。そしたら盛り上がってるなって感じするんで。それじゃあさとみお姉さん、第2問お願いします。はい、いきますよ。第2問、じゃあじゃん。私の名前は何でしょう。あ、名前は何でしょうか。あ、じゃあさとみお姉さん、あ、やべやべ、当ててくださいお姉さん。後ろのピンクの女の子。なんか画面クロスは、あれ、あ、ドコモに行ってきます。それじゃあ第3問お願いします。はい、行きますよ。第3問、じゃじゃん。今からヒロシが歌うよ。あ、僕が今から歌うから、それの曲が何なのかを当ててってやつですか。はい、そうです。じゃあニャーニャーニャーで歌うんで、しかも僕音痴なんで分かんないかもしれないな。行くぜ。3、はい。あ、ちょっと息が上がってるんですよ。大丈夫。じゃあ行きます。にゃにゃにゃーにゃにゃにゃーにゃ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 。帽子の男の子言っておきますか。はい、あなた雪の女王。はい、大正解です。おめでとう。
さとみお姉さんはどうやら君のことが好きみたいだ。じゃあ最後の問題いっちゃってください。はい、いきますよ。第4問目。じゃあじゃあ、そこにあるお城の名前は何でしょう。じゃあこれヒロシが当てて。じゃあ元気のいい君に当てようかな。何でしょうか。島村城。はい、大正解です。正解、おめでとう。君にはこれをプレゼントだ。島原鉄道より授かりし桜ドロップス。罠に引っかかったよ。大丈夫？もう疲れてますね。あ、ごめんなさい、罠が。いやでもそれにしても里美お姉さん盛り上げ上手ですね。ヒロシがいたからこそだよ。いやいや、僕なんて本当ゲのゲですよ。いや本当に朝俺思うんですけど、ヒーローでしょ、うん、でヒーローって言えばやっぱりね、毎週日曜日の朝7時半には出たいっていう、テレビ番組に出たいっていう夢があるんですよ。あ、そうなのね。はい、俺一度も出たことないんすわ。そうね、ちょっと、はい、もうちょっとヒーローっぽくしたらどうかな。これがかかりますからね。あ、まあね、はい、うん、じゃあもうこれでヒーローショー終わります。みんな楽しんでくれたかな。はい、というわけで多分次回の島原鉄道の主催のイベントにはもう呼ばれないと思います。どうもありがとうございました。劇団ひろし君でした。